はい、どうも、ゼヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日金曜日、定期アップデートってことで、1周年記念で話題の例のあれが追加されております。こちら。はい、ストアの方にある、アセンデッドミシックドロップということで、こちらただのドローガチャではなく、なんと、新レアリティのミシック枠っていう赤色ですね、となっております。はい、こちらですね。いやー、またね、金が絞り取られるよって感じなんですが、こちら一応かなりレアになってて、まあ、先行版で私ちょろっと見てたんですが、マズルフラッシュ変えたりだとか、なんかいろいろと変更できたりとかするんですよね。だからま、こっちの日本語版でもそれがね、即実装されてるかわかんないんですけど、まあ、なんかいろいろと楽しめそうですよね。まあ、この段階でほら、普通にスワイト付きみたいな形になってるので、まあ、少なからずちょっとね、ペイトゥウィン要素は、多少は出てくるんじゃないかなと。ではね、早速こちら見ていくんですけど、まずアタッチメントですね。ライトマガジン、はい、と、ライトバレル。そしてストックに、レーザーサイトですね。で、からのこれが今回のお目当てのデュアル二丁拳銃ということで、こちらね、コールオブデューティー毎回出てくるんですけど、二刀流ができるんですよね、銃。まあ、一応 MW はハンドガンだけしかね、デュアルできないんですけど、まあ、昔はサウマシンガンとかね、なんやったら LMG 二刀流とかもあったんですよ。まあ、そういう形で結構ね、過去作だったら荒れたりとかして、最近のね、コールオブデューティーではハンドガンだけとかね、一つの武器だけしかできないとかっていう調整されてるんですけど、こちらね、ベクターさんが、二刀拳銃ができるということで、これちょっと強そうだよね。で、なんかまあいろいろとあるんだけど、これ多分、マズルフラッシュ変えられるんだよね。ほら、こういう形で変えられると。で、あと、前々から噂になってた、その手足の欠損表現っていうのがあるんですけど、これがこういう形で実装されます。ただちょっとね、その、なんだろう、見た感じ、この光のエフェクト、ちょっとまあ CG 感があるから、まあそういったところを18禁にはなんないって感じなのかな。で、最終的にまあこういう形のカスタマイズもできるよみたいな形で、まあ本当に最高レアリティって感じの、やつが追加されてます。あ、こっちの欠損表現ちょっと生々しいね。はい、いいですね。で、その他キャラクターとしてはこちら、アーテリー。あ、アーテリーさん出てくるんだ、ここで。の、なんか変な、うん、おっぱい強調されてる衣装ですね。まあ、多分宇宙系かな。で、あと、トロフィーシステムの、色違いだとか、チャーム。あ、これ、動いてるチャームだわ。金色のチャームってこれ、こっちの方がレアリティ高いっていうキャラクターより。で、あと、アウトローとリボルバーですね。エモートはこんな感じ。はい。うん。ノーコメント。はい、ということで、早速ね、じゃあこちら、アセンデッドミシックドロップ、引いていく前に、ちょっと待って、ベクターさ、条件なんだろうね。多分無料開放できるはずなんですよ、アタッチメント。多分皆さん的にはそっちの方が気になるんじゃないかなーって感じなんですけど、はい、死亡することなくフェネックで3人の敵を倒すことを30回実行してアンロック。ちょっとめんどくさいね。ただまあまあ、できんことではないと思うので、ぜひぜひ皆さん、デュアルの方もアンロックしてね、ということで、早速、引いていきましょう。はい、今回も、公式公認一切もらってません。で、なんかこれめちゃめちゃ高いらしいんだよね。そう。さあ、30CP でまずはエモートゲット。なんだっけこれ。3万5000するらしいんだよね。IQ さん曰く。3万5000ってまあ高いよな。だって、ゲーム何台買えんねんって話じゃん。うん。てか、なんやったら今 PS4 のちょっと型落ちバージョン全然買えるもんね。で、普通の方も買えるんじゃないかな。3万5000って。ねえ、なんかセットパックで結構安売りされてんじゃん、今。いけそうだけどな。そんな高いのかな。いや、怖くなってきたな、俺今回ガチャ引くの。3万5000でしょ。ひえー。さあ、500CP。まあ、こっから上がっていくって感じなんですかね。あ、ちなみに 0.08% ぐらいでしたね、最初の段階だったら。確率見てみましょう。0.48% ですね、今。いやー、まあ、1% もいってないからね、この段階で来ることは、おーけど、キャラクター来てくれた。キャラクター確率低かったよね。うわ、これは希望が見えてきましたよ。さあ、来い、希望の花。ほい！はい、ということで課金しましょう。いや、別に3万いかんくね？ IQ あれか？盛り上がったか？さあ、とりあえずこれで、12000課金ですよね。で、戻っての2400。多分いかないね。うん、普通のドローガチャぐらいじゃないかな。あ、けど2回分ぐらい万課金しないといけないのかな。だから合計課金数で言ったらこんぐらいいっちゃったぜ、みたいな。だからかかった金額で言ったらそうでもないけど、みたいな。あれだね、田中さんスタイルですね。あー、なるほどね。ハークハークハーク。で、これで3400でアウトローが出ます。こっちも結構かっこいいよね。はい。スケルトンですね、ストックの方が。いやー、ちょっと軽そう。で、最後にまた課金しないといけないと。あー、なるほどね。田中さんスタイルですね。かかった金額で言ったら、1万5、6千ぐらいなんだけど、この課金言ったら1万2千課金を何回もしてるから、めちゃめちゃ金かかったぜみたいな。そんな感じのスタイルですね。ということで、実況者あるあるの手法にちょっと私が騙されてしまいました。ということで、5800CP。いやー、高えー。しかもなんか音バグというか音なくなっちゃってるし。なんで高校の大事な時だけ音がなくなるんですかね、コールオブデューティーモバイルさん。はい、お帰りなさい。アセンデッド。アセンディットか。ごめんなさい。え、どうなの？アセンデッドじゃないの？アセンデッドだよね。はい、パート1完。パート2をアンロックしました。どういうこと？アップグレード。
そういうことを、あ、IQ さ、嘘じゃない、君は嘘ついてない、こういうことか。いや、これうんこじゃない、ふざけんなよお前。はぁ、うわ、これさ、言ったらこれいっぱい泥を引いて、ねえ、あれでしょ、こいつのさっき言ったアンロック条件なんかいろいろとするってことでしょ。はい、うん、こういう形で当たってきましたよと。はい、で、これをで、アップグレードしてどうすんの。え、これ全部アンロックしてどうすんの。今回10と20しか出てこんないけど、下げられた。で、これで、20に到達しましたよと。はい、あー、で、ここでアップグレードするんだ。え、これ通常のさ、レベルじゃダメなんだ。おい、マジかー、これほんまに金の亡者やな。だからこれでレベルアップをして、このさっき言った私のなんかわけわからんやつをアンロックできるってことでしょ。で、ほら、200でエフェクトをゲットみたいな声が出ない。おい、運営マジで言ってんのお前。え、そりゃこっちのさ、かっこいい方欲しいさ。だから、これやろうと思ったら、IQ さん通り3万何歩課金せなあかんないの。バカじゃねえの。はい、ということで、ちょっとブチギレ案件ですね、これは。いや、まあ、けど、正直、まあ、他のね、アプリゲームと比べたら、まだ良心的なところもあるじゃないですか、Call of Duty Mobile って。そう、比べたら良心的なところあるけど、にしてもだよな。にしても課金でこれゲットしたのにね、まだ課金させる。はい、ということで、そういう話はちょっと置いといて、早速ね、こちら、使ってね、実況の方やっていこうかなと思います。これからもね、コールオブデューティーモバイル上げられたらいいなって感じなんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さあ、ということで、一旦射撃場を見ていきましょうか。はい、一応こちらがデュアルなんですけど、うわー、めちゃめちゃ光放ってんなお前。で、これデュアルさ、細かいところで言ったら、これコールオブデューティー MW でもそうなんですけど、やっぱ右と左、こう持ってる角度若干違うじゃないですか、銃って。だからこれレーザーサイトがずれてちゃってるんですよ。一応、こんな感じ。うわー、これさ、至近距離強そう。これちょっと荒れないかもし、どうだろうな。けど、このフェネックの、このね、レート力で、ね、デュアルだから至近距離ね、かなり強くなりそうだけどな。本当にね、デュアルって、構える動作がないから、捨ての振り方がすげえ簡単なんですよ。言ったら移動速度にさえ捨て振っとけば、命中率がどうでもいいんで、腰打ちなんで。レーザーサイトと、あと射程距離ちょっとあったらいいかなぐらいなんで、そういったところね、アタッチメントの振り方も楽だし、これはかなり、強くなりそうですね。さあ、ではお次、デュアルちょっと外してね、アイアンサイトと、あと、その、欠損表現のやつをね、見ていこうかなと思います。あ、一応ね、シングルだとこんな感じですね。まあ、デュアルだとね、結構映えてたんですけど、シングルだと、まあ、普通の、なんかまあ、金枠ぐらいですね。さあ、見ていきましょう。おー、ほら、頭飛んでる、腕飛んでる、すげー。あー、一応アイアンサイトこんな感じなんで、普通に見やすい系かな、どうなんだろう。あー、ちゃんとこの、レティクルのところ行ってますね。ちょっと高めな感じもしますが、ちゃんと行ってるんで、そこら辺はいいんじゃないかなと。うわ、欠損表現ちょっとね、グロくはないけど、ほら、やっぱ、ちょっと緩和されてる感あるよね。その CG でごまかしてる感。本当はバッチバチ、欠損表現したいんだろうけど、お子様用なんでね、こういう形でマグマが吹き出るみたいな感じやってるんでしょうか。腕ポーン、腕じゃないわ。頭ポーン飛んでるよ。すげー。これちょっと面白いね。まあ、けど、いい取り組みだよね。やっぱりその、グロ表記って、すごい、コールオブデューティの課題なんですよ。そう、MW って本当は、グロ銃めっちゃ多いんですよ。例えば、大仏ライフル、言ったら、アークティック50みたいな、めっちゃでかい光景の SR 打つと、本当はね、バラバラなってくれるはずなんですけど、ならないんですよ。MW だったら、17だっけ?レーティングがそうなんで。ただ、こういう形で、ちょっとね、ごまかしてる感じ?てか、ラッグいな、これマジで。ラグくなんな、これ。いっぱい死んだら。そう、こういう感じの CG でさ、欠損ごまかせ、って Z 判定なんないんだったら、これからのコールオブデューティー別にこれでもいいよね。こういう CG でごまかす感じね、別にそこまでリアル求めてない時もあるんで。はい、ということで、こちら新しくね、追加されてるちょっとグロ銃、これさ、ちょっとラグくなるから、あれだね、スペック落とさないとっていうか、その設定落とさないと普通の端末だったら厳しいと思いますので、まあぜひね、購入する方はご注意ください。では早速、ちょうどいいところにあった10対10のラストモードを、やっていきたいと思います。こちらのモードがですね、まあ、一応今の専用期間限定モードとなってまして、まあ、このラストっていう超狭いマップで、もう10対10で戦うっていう。で、久々にこれラストやってみたんだけど、あれですね、蜂の音なくなってますね。まあ、やっぱ不評でしたからね、あの蜂のブーンと音。はい、ということで、ちょっと修正されたラストで遊んでいこうかなと思います。どうなんですかね、このデュアルパイセン。まあ、ラストとかだったら強そうだけど、普通のランクまでさ、それこそレイドとか、まあ、あんまり入り組んでないようなところで使えるかって言ったらちょっと微妙なところではあるんじゃないかなっていう。ただもう至近距離はえぐいね。全然解けてくれる。一応、これ、腰打ちの命中率を最大に上げてるんですよ。っていうのこれグリップ、なんかグリップついてるじゃないですか。メルクだっけ?メルクグリップがついてるんだけど、一見ね、
このグリップって意味がないようにする見えるじゃないですか、デュアルって言ったらさ。ただこいつに関しては腰ダメの命中率上げてるんで、理論上これが一番強いというか溶けてくれる、まあ、命中率のいいカスタマイズなはずなんですよ。あとあれかな、射程距離アップとかそこいらあたりで変わってくると思うんだけど、一応まあ至近距離とかのその命中率に関してはこれがナンバーワンということで頑張っていきましょう。さあセントリーオンラインからの、サムタレットオンラインからの、怒るなあれはちょっと無理で、一応今回スペシャリストで、おそらく今回のこれで3敗になるイコライザーパイセン持ってきました。100億%、イコライザーがいらなくなります。はい。なんだろう、イコライザーのやっぱ良さってデュアルかっこいいみたいな、僕もこれ使いたい、ゼロキルかい、使いたいって感じじゃん。そのデュアルすごいみたいな、コールオブデューティー初のデュアルだみたいな、かっこいいみたいなところだと思うんですけど、マジでなくなっちゃいましたからね。通常でいつでもこれが使えるっていう、フェネックが使えるみたいな、デュアルが使えるみたいな。だって本当にイコライザー使ってる人いないよねこれ。マジか、今のところ一番弱いんじゃないかなっていう。いやけどどうだろうな、ピリファイヤーもマップによっては強いけど、あー悩みどころですね。なんか俺毒キノさんがさ、テンペストが一番弱いって言ってたんだけど、俺テンペスト強いと思うんだ。俺は好き、テンペスト全然好きなんだけど、俺はイコライザー派だな、一番弱いの。みんな一番弱いと思う、スペシャリスト何？俺はイコライザーだと思う、圧倒的に。で、次ぐらいにピリファイヤー入ってもいいかなと思うけど、ピリファイヤー意外とやっぱね、マップによっては、ランクまではちょっとあれだけど、カジュアルとかだったらめちゃめちゃ猛威振るってくれるから、ね、難しいところなんですよね。さあ、とりあえず、3敗なりイコライザーパイセン使ったんですけど、まあまあ、結構ね、長持ちはしてくれるんで、悪くはないっちゃ悪くはないですけど、決定打にかけるよね、若干。はい。よし、シングル。いやけど普通にデュアル楽しいね。なんか爽快感半端ないわ。もうすんどけって感じなんで、なんかひたすらこう走って、バー玉まいばらまいて、バー玉ばらまいて、ハンドガンでバーやってやるみたいな感じじゃないですか。いいっすね。でハンドガンで殺す、オッケー。でこっちのリロードして、いやだから武器の切り替えおしゃれ。ほら行くよ、シャンって、ほほほほ、これシャンシャンシャンって感じいいよね。でプレデターパイセンで殺す、シングル回、もうちょっと奥やっとけばよかったな。さあさあ、では右から敵が来てますね。ふっほい、なあ隠れられたらちょっときついんだよな、精密的に。だ弾数もさ全然あるからね、これ一応普通の拡張つけてるだけだけど、弾数あるから全然ね悪くないですね。さあイコライザーパイセンオンラインね、殺す。お前の遠距離、いやー遠距離やっぱ解けないか。まあランクマだったらもう確実に1体持っていく方がいいから、このちょっと多少運のところもあるじゃん、イコライザーって遠距離。そういうところさ、ランクマだったらモサとかがもう HG40 とかさ、 ICR とかマンオーとかがもうヘッド入ってすんどけーみたいな場面があるんで、そういう爆地打つよりかはアナイアレーターで1体1体、もう3体でもいいや、スペシャリストで3体殺せばある程度キルストもあるから、アナイアレーター使うみたいな方が多いんじゃないかなっていう。だってアナイアレーターさ、あれだよね今、時間減ったよね確か。時間減ってもなお今あんだけ使われてるから、やっぱりまあ確実に 1,2 体持っていくっていうのがやっぱランクで求められてるところなのかなっていう、スペシャリストで。だからまあそういうところ、時計がちょっとかかってしまうイコライザーは微妙っちゃ微妙っていう。ナイス UAV 破壊。さあ後ろから殺す、オッケー。あー最後欠損で綺麗に終わってくれましたね。これはちょっとキルカムが楽しみ。意外とさ、ラグなかったね。今のところはそんなラグを感じなかった。はい。ということで、ラストキルカム見ていきましょう。スッといって、足を、ババババババ。え、腕飛んでる。あれさっき足じゃなかったっけ？はい。まあ、どっちでもいいや。とりあえず結論がね、こういう形でありますので、ぜひぜひ課金したい方は課金してねっていう。はい。クソ高いけどね。え、これ降臨カードシーズン7かっこよくね？味方の2位か3位の人。俺、一応今ランクレジェンドだけど、持ってないのか。あれこっちの方かな。うわかっけえ、こっちのレジェンドの降臨カードやばくないこれね。めっちゃかっけえんだけど、バトルは頑張ろう。はい、ということで、まあ、今回ね、新武器のフェネックさん使わせていただきました。まあデュアルもね、多分簡単に、簡単ではないけど普通にできるとは思いますので、アンロック、まあ無課金で関係ねえやって方はぜひぜひ今回のこのフェネックデュアルね、楽しんでいただけたらなと思います。これからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。